グランビルバオの衛星画像、ビルボ都市圏は、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオを中心とする都市圏である。グランビルバオを構成する25自治体が各となり、グランビルバオの外側の10自治体を加えた35自治体で構成される。全自治体がビスカヤ県に所在する。ビルバオ都市圏はスペインで5番目に人口の多い都市圏であり、ビスカヤ県の人口の80%、 バスク州の人口の43%を集める。都市圏の自治体は、バスク国の領土法案によって規定されているが、さらに外側の6自治体とカンタブリア州の一部の自治体からもビルバオ都市圏に通勤する住民がいる。ビルバオ都市圏のパノラマビュービルバオ都市圏に含まれる自治体は、グランビルバオの内側か外側かで分けることができ、さらに6自治体が、 ビルバオ都市圏の衛生都市とされている。グランビルバオはコマルカの一つであり、スペインの地方区分では、州、県に次ぐ第三行政区分である。コマルカとしてのグランビルバオは、ビルバオを中心としたビルバオ都市圏の25自治体で構成されている。それぞれがネルビオン川沿いに位置している。グランビルバオの外側にもビルバオ都市圏は広がっている。 グランビルバオとビルバオ都市圏の外側には6つの衛星都市がある。ラウディオ、リョディオは南部のアラバ県に、カストロールディアレスは西部のカンタブリア州に、その他の4自治体はビスカヤ県に位置している。ビルバオ都市圏は7つのサブセクションに分割できる。1992年、この企業は 工業汚染や腐敗が進んだビルバオとその周辺部の都市計画を再生成することを目的としている。アバンドイバラ地区の再生、ビルバオグッンハイム美術館やエウスカルドゥナ宮殿の建設などが計画されて実施された。ビルバオリア2000と並行し、1991年にはビルバオ市議会、ビスカヤ県政府、バスク州政府によってビルバオ都市圏の再生のための公共及び、 1995年には、ビルバオとビルバオ都市圏の大部分を結ぶメトロビルバオが開通した。出展、大津。ありがとうございます。